はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。宮城県で弓を引いている47歳のおっさんです。皆さんお元気でしたか？この動画を撮った、日付なんですけれども、4月20日でございます。一応外明るく見えるんですけれども、もう5時過ぎです。だいぶ日が長くなってきましたね。同時に暖かくなってきまして、私もあの道着の下にあのアンダーシャツとかね、そういったものを着ないで済む、そんな気温になってまいりました。ありがたいですね。今回の動画なんですけれども、リクエストにありまして、ですね、どんなリクエストだったかっていうと、まああのいつもね、業者をあの正面から、撮っているんですけれども、まあその横から見てみたいっていうあのリクエストもございまして、まあそれに倣ってね、今日は12社、背後って言えばいいのかな、あの後ろから撮ってみたのと、ちょっといろいろなアングルでまた撮ってみました。下手くそですけれども、もし参考になれば参考にしていただけると大変恐縮で嬉しく思います。ですね、国体選考会の方なんですけれども、前回一時、突破しましたよっていうあの動画を上げさせていただいたんですけれども、この間の日曜日ですね、二次選考会がございまして、まあ遠的と、近的っていう感じで練習してきたんですけれども、まあ遠的っていうのはね、やっぱりなかなかあの私みたいにね、夕方練習する人っていうのはあの夜遠的場って使えないじゃないですか、暗くてね。でそういった意味でちょっと練習がなかなかできないんですけれども、やっぱあの私もそこそこあのやってきてますんで、成績はそこそこでした。どれくらいかなっていうと、まあ12社引いて、76点ぐらいかな。全部当たったんですけれども、その中でやっぱ3点っていうんですかね、白いところに3本、入っているんで、それがね、5点とか7点とかね、黒いところとか青いところに入ってくれるともっと点数伸びてくれるのかなって思うんですよね。でもなかなか難しいですよね。で午後から、近敵の方の練習だったんですけれども、12社、こちらも12社やりまして、最初は海中、次は〇〇〇×スケベ、やらかしたで3回目が×〇〇〇っていう感じで、まあ12社10中でございました。やっぱ私の悪い癖で1本抜くと立て続けに抜いてしまうっていう、やっぱ悪い癖がございます。今日のこの動画を撮ってる時も一部やっぱり見られました。なかなか対策できずに苦労しております。でもやっぱりこういうのってね、自分と本当に向き合って、解決していくしかないんですよね。でそう思って毎日頑張って練習してます。今日ですね、動画をまあ撮ってる最中に気づいたんですけれども、私ねこうやってね動画を撮らせていただいて、で YouTube に上げるってことを念頭にこう撮ってるわけなんですけれども、やっぱこれのおかげでね、自分のその本性みたいなものがねよく出ますね。何が違うのっていうと、普段の練習とね、やっぱり回がめちゃくちゃ長いんですよ。でどうして長いのかっていうのも分かってて、要はもたれてしまってるんですね。ここでいいのかな、ちょっとまずいんじゃないかななんてことをね、こう回に収まってからどうしてもこう考えてしまうんですよね。で最後は、いやこんなこと考えてはダメだっていう感じで、まあもう一回伸び合ってドンと離れ出すんですけれども、これがなかなかうまくいかないんですよね。でね、今
一手で終わったんですけども、次の、3本目4本目なんですけども、4本目だったかな、顕著にそういうのが現れましたよ。ビクですね。久しぶりに出ましたね、ビクって離れ出そうとして出なかったっていうやつですよね。皆さんも経験ある人はいるんじゃないかな。まあ、今回ね、ビクは出たんですけども、そこからもう一回っていうね、落ち着けっていう感じで、なんとか、的中を取ることはできたんですけれども、まあ、これがね、頻発するようになると、皆さん、要注意ですよ。もう一回、落ち着いて、自分と向き合って、ね、じっくりじっくり引くように、してください。もうそういう時はね、的中を考えずに、伸びやって、ね、自分の、タイミング、離れのタイミングっていうのをもう一回奮い立たせるように思い起こしてください。それでね、私は克服してきております。まあダメな時たまに顔出しちゃうんですけどねまあでもそれでもね、頑張っていくしかないので、これをねしっかり全部ね、症状出ないように治そうなんて言ってもなかなか難しいと思いますよ。さて、車の方なんですけれども、この角度から、撮影するとよくわかりますよね。私のね、ちょっと胴作りって特徴的だと思うんですよ。こう、なんて言うんでしょうね。こう、ちょっとくびれてるっていうか、くの字になっていると思うんですよ。これね、多分賛否両論あるんじゃないかなと思うんですけれども、私はね、下半身、ちょっとお尻をくっと後ろに出して、体をちょっと起こしてね、で、下っ腹にくっと力を入れるとですね、離れが、とりあえず出せるっていうことですね。出しやすいんですよね、その方がね。これがね、ちょっと突っ立ってしまうっていうんですかね、こう、ただ立ってる状態だと、もう離れが出なくてですね、もうどうにもならなくなってしまうんですね。いつからそんなになっちゃったのかわからないんですけれども、でもまあ、こうやってね、胴作りをしっかり決めてお腹に力を入れることで、なんて言うんでしょうね。まあ、不動とまでは言いませんけど、かなりの、離れの時の、動きっていうのは抑制することができるようになった、そんな感じがいたします。なかなかね、こういう、まあ、姿勢を取るっていうのはね、難しいと思います。やっぱ体のね、柔らかさとかそういったものも関係してきますのでね、猫背のひどい状態だと私もね、この姿勢なかなか取れずに棒立ちに近い状態になってしまいます。まあそのような時は、まあ、ストレッチですよね。いつだかゴム弓の動画を出した時に、まあ、ストレッチね、こういう風にやってますよっていうのをあげたと思うんですけれども、まあああいうのをやってですね、体を柔らかくして、で胴作りが作れるような状態にしてから業者をするっていうことで、まあ私は対策をしております。はい。そしてあと貝の状態ですね。私貝長いじゃないですか。で、私ね、貝長いんですけれども、みんなすごい辛いんじゃないかなってこう思われてると思うんですよ。でも実際ね、私貝入ってる時はそれほど辛くはないんですよ。貝を保つこと自体は。で、そのポイントなんですけれども、どういったところがポイントになってくるかっていうとですね、まず一つは私のこの胴作りですよ。まあ、この辺は人によって感覚違うと思うんですけれども、まあ、体をしっかり立てるっていうか、胸をこう、スンと立たせるっていうかね、これが一つのポイントです。で、その次なんですけれども、両肩ねございますでしょ。肩ですよ、肩。その肩を、首の、正中線って言えばいいのかな。首よりも、後ろに
肩値があまりいかないように頑張るんですよ。で、それをなぜやらなきゃならないかっていうと、下位に収まった時にあまりにも背中で引くことをね、意識しすぎてしまうと、首よりも肘、肩ですよね。肩根が背中側に行ってしまって、で、結局胸がありますので胸ずるつけてってなると、結局ね、弓がね、体の前に収まってしまうんですよ。で、その状態で下位を保つっていうのは、筋肉トレーニングでエキスパンダーっていうのあると思うんですけど、あれに近いですね。もうひどいですよ。前に戻りたくて戻りたくて、もうどうしようもない状態になってしまいますので、ですので私の場合は背中をどっちかっていうと広げる感じって言えばいいのかな、肩甲骨を締めるんじゃなくて広げるっていう感じですね。両側に広げるっていう感じで、肩根をできるだけその首の横、首の横ね、ユンデの方もメテの方もできるだけ、首の骨の、横に近づけるように、いわゆるその爪合いですよね、ここの部分はね。で、動画見てくれると分かると思うんですけど、私の肘位置っていうのは胸の真横に来てると思います。離れの時はね、ちょっと背中側に動いてしまうんですけれどもね。あ、ここで、2本立て続けに抜きましたね。私の悪いところが出ましたね。こういうところが私の下手くそな部分ですね。やっぱこう反省して今後に生かしていかないといけないと自分でも妄想しております。私国体の選考会とか、こうやって普段練習してて、道場に、来て練習される方の射形とかよく、見るわけですよ。自分のシャーだけではなくてね。やっぱりこう、他の人のシャーってどんな感じなんだろうなって。やっぱりこうやってね、見てね、見取り稽古って言ったら、ちょっと優等生すぎる回答なんですけれども、僕もいろいろ見て参考にしてるわけでございます。研究の材料に、自分のね、材料にしてるわけでございます。で、よくね、見る射形なんですけれども、当たらない原因っていうか、下位から離れの時にね、どうしてもこう、緩み離れとか、なんて言うんだろうな、下位まではすごく綺麗な形してるんですけれども、離れでどうしても暴れちゃうっていうか、もう本当、あーってなってしまうっていう方っていうのが、やっぱり結構いらっしゃいまして、そういった方々に、多く見られる、共通点ですよね。射形は正面からとか後ろから見るとなかなかいい感じに見えるんですけれども、でもね、よく見てみると、要はね、ユンデメテの肩の位置をよく見てください。どちらかが上がってどちらかが下がっているね。肩根は基本的にはですよ、できるだけ水平ですよね。理想でございます。で、これがね、大きく崩れた時にやっぱ離れに影響してしまうんじゃないかなっていうのが結構散見されますね。一番多いのはユンデはやっぱ見えてるし、あとユンデで押そう押そうって頑張りますので、ユンデがこう、なんて言うんだろうな、こう下に抜けてるっていうのはあんまり見ません。あんまりですよ、全くいないわけじゃないんですよ。でもメテ側が見えないばかりにメテ方がすごく下がってしまって、で、なんて言うんだろうな、勝手のね、駆けつけてる手が
すごくね、遠いんですよ。すっかり。うん。そういう方の、車検なんですけれども、肩が抜けてっていうか、背中、肩ね、目手側の肩の、肩ねが、背中側にずっとこう絞られていってですね。で、肘位置もかなり背中側にぐーっとこう引きつけられてきて、で、掛けの位置がだけが、体の前に来るっていう、そんな感じですね。うん。で、離れでどうしても前離れになってしまって、緩んでしまったりとかですね、あとそのまま素直に前離れして舞い上がっててしまったり、ね、舞い上がってるのを嫌がって緩んで振り込んでしまったりっていうのが多く、見られました、うん、まあ私もこんな偉そうなこと言ってますけれども、でも私のシャア見ていただけると自分もそうだなって、うん、その通りだなっていうふうにね、やっぱそういう社をいろいろ研究させていただいて、ではどうしたらいいんだろうなって、うん、でいろいろ研究した結果、首のね、横に、肩ねが来るのが理想で、で肘がそのできればその横ですよね、うん、でまっすぐな状況を作りまして、でそこで貝を溜まって、そこから伸びやって気持ちよく力強く鋭く離れれば、まあ的にまっすぐ鋭く飛んでいくっていうのが、まあ経験則で分かったわけでございますよ。うん。まあそれをね、分かったところでじゃあできてるかっていうと、やっぱりなかなかねできてないところもございます。うん。やっぱこの辺はあとは修練と、あと体に刷り込んでいく、射芸を刷り込んでいくっていう作業ですよね。それが毎日の練習なのかなって思って頑張っております。はい。そしてですね、これもコメントなんかに結構多いんですけれども、体で引く、ね、体で引く、あとはその爪合い、伸び合いね、これってなかなか言葉で説明するのって難しいと思いませんか？うん、私もすごく難しいと思ってるんですよ。なぜかっていうと、その言葉自体がものすごくね、こう抽象的すぎて、なんて言ったろうな、説明しようと思うともう原稿用紙何枚にもなるようなね、うん、そんな状態なんですよ。もう一言でこれだよこれだよなんてね言える話じゃないなと思いまして、うん、でじゃあ体で引くってどういうことなのっていうことなんですけれども、うん、本当に噛み砕いて簡単に説明するとですね、弓に弓を引くっていうことは、その弓をこう広げるわけじゃないですか、ね、弓って必ずつる刃って9刃っていうのがございますでしょ、うん、この9刃を広げていくんですよね、体でね体を使ってね、うん、でその9刃の中にできるだけ体、胸、そうですね、二の腕、肘ぐらいまでを、入れていくっていう表現はちょっとおかしいのかもしれないんですけど、広げたところに体を割り込ます、うん、で、うん、それもちょっと変かな、こう広げたところにね、うん、弓を近づけながら自分の体の中に入れていくっていう感じですね。自分がその9波の中に入っていくと前傾になってしまいますので、広げたらそれを体の中にこう密着させるみたいにピタッとね寄せてくるっていうことですよね、うん、これが多分できている人は体で弾けているんじゃないかなと思います、うん、これを達成するためにはゆんで、もしくはね、こう手の内ですよね、目での手の内、ゆんでの手の内ね、ここで
そうですね、手先で突っ張ってしまっている人っていうのは、なかなか体に弓とか矢がね寄ってこないんですよね。でどうしてなのっていうと、その体に近い部分、こう肩ねとか胸とか首とか、この胸ずるをつけるその胸の骨ですよね、肋骨のこの胸骨ですよね、ここの部分に当たらないんですよ、なかなかね。当てようと思ったらできると思うんですけど、長くこう貝を持ったり保ったりすると多分スルスルスルってこう前の方に行ってしまう人がほとんどなんじゃないかな。でできれば怖いかもしれないんですけれども、弓ね、あと鶴や、これをできるだけ体の近くに引き収めるように、努力してみてください。ね、僕もね、よくね、顔を払ったりするんですよ。今ね、ちょっと斜めから映ってますけれども、ごめんなさいね。外のね、まとまえのカメラが、16本目で、止まってしまったんですね。多分容量の制限に引っかかっちゃったんですね。それはいいとして、このね、最後の四ツ谷の3本目ですね、もう19社目、ここでね顔払ってるんですよ、バチーンってね。で顔払った原因は、なんて言えばいいんだろうな、やっぱ角身不足ですね。しっかり押そうとしたがためにね、逆にね、手の内を入れすぎてしまって、角身がスカスカになっちゃったっ、ね、滑っちゃってね、でそういう状態があまりにも続くと、今度恐怖で体が逃げたりしますでしょ。こう目パチってね、シャッターみたいにパチってやっちゃったりね。まあ私もね、そういうのありますよ。過去にはいろんな失敗してきてますから。でもそれ少しずつなんですけれども、克服できると思いますよ。ね、自分はダメなんじゃないかななんて思わないでくださいね。私も相当な失敗してますからね。で、いろいろ対策をして、今の社に至っているわけでございます。もちろんね、このおっさんもですね、9割目指して頑張っているわけでございますよ。今日ね、一応この動画、この20日の日の、一発撮り、一番最初の一発撮りだったんですけれども、立て続けに2本抜いた社がございましたでしょ。で、あれだけの、抜きで済みました。なので20社18中、9割達成やったーっていうことなんですけれども、その後もね、それだけで満足せずにね、じゃあその2本なんで抜いたんだっていうところですよ。そういうところですよね。そうですね、19本目も顔払ってますし、もう宿所もね、もう6時ギリギリですよ。まさにこの今動画の流れてるところですよ。よく見てください、髪の毛パラッて動きますから。本当にやっぱり臆病なんだなってこう思いますよね。今コーンって的に当たったんだか外れたんだかよくわかんないね。はい、今後も、国体の選考会ね、無事受かるように、頑張ってまいります。いつも動画を見てくださってる方々、本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。そしていつもコメントをくださる方々、非常に励みになっております。ぜひ一緒にですね、弓道、実力向上ですよね。そこに目指して、頑張ってまいりましょう。私もね、いつまでねこうやって弓の、ガチャガチャね練習できるかよく分からないですけれども、でも今できることをしっかり、やり続けていきたいと思います。そういう意味で本当にこの取り組みはやってよかったなと思ってます。
今後も頑張ってまいりますので、ぜひ当チャンネルをまたよろしくお願いいたします。では次回の動画まで皆さんお元気で。じゃあねー。